スイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。レノサイトレーナーと呼ばずトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされたんです。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬。その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーカーの気持ちでイルカに目を凝らしアシカの気分で人を観察。これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとかゆっくりお楽しみください。今度は
初から最後まで上手にできてました。よかったよ、ルシア。よし、じゃあマミ、これで僕たち先に帰ってるね。またね。ありがとうございました。本当はもう帰りたくないんですけども、次はね、イルカたちの番なので、はい、僕らはイルカを呼んで帰るよ。じゃあ、イルカを呼んでー。さあ、出てきてくれるよ。マリンのジャンプ。水中で暮らしているので最初は怖いんです。でもね、練習することで
あ、ステージの上は安全なんだなっていうのが分かると安全に上がってこれるようになるんです。今僕練習すると言いましたが、毎日いろんなことを練習してます。で今日はそんな普段なかなか見れない練習中の風景を皆さんにもらえれます。で今日練習を見せてくれるのが森田とミレニーのペアです。では森田さん、今日はどんな練習をやってみますか？はい、今日はミレニーとジャンプの練習をするんですけど、どんなジャンプか皆さんにまず説明していきます。今日はお腹で水しぶきをこうねバッチャーって打ちつけるようなジャンプを連続でするっていう練習です。で、なんとなく想像ついたと思うんですけど、これ成功すると前の方の皆さんびちゃびちゃになるので覚悟しておいてくださいね。よし、じゃあミレニーやってみようか。ちなみにこれつい最近やった時はさっきミレニーが飛んでた普通のジャンプになっちゃったので、お腹で水しぶき上げれるか見ててください。じゃあいくよ。さあ、合図が出ました。お腹を打ちつけてれば成功なんですが、どうかな。いる？おっ、いい。
ますよ。ジャンプして弓を前です。そうです、これで返事をしていただいてなります。さあ皆さんいきますよ。ジャンプして弓を前、次は2回ずつ、クラップ2回で指差し2回です。さあ上の方の方も見てますからね、一緒にやりますよ。いいですか、いろんな方で返事をしてくれます。さあこちらの皆さんもいきますよ。